みんな生き残れ。大きいダメージだ。すげえ俺のこと見てくる。好きなのかな。めっちゃ目合ってる。目と目が合う。その目に矢をズドーン。あ、二日酔いだ。俺の顔見てたら吐き気催したのかな。それはありそう。はい、皆さんどうもこんにちは。四次元ポケットのゆきじでございます。レイです。お茶です。あれれです。お、今日は正解だ。あ、これ正解。あ、これ正解。今日は正解。あ、正解できた。今日久々の4人。まあちょっと影根さんはね、喋れないですけれども、プレイは参加しているというところで4人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。皆さん、お願いします。お前なんか食ってんだ。夕飯食ってんだよ。あ、夕飯な。今日のですね、スケジュールをねお話しようと思いますけれども、今日のメインイベント、ついに沼のボス倒しに行きます。イエーイ。大きい骨と書いて多分大骨っていう読み方で合ってると思うんですけど、大骨さん倒しに行きます。ビッグボーン。ビッグボーン4ピピ。ちょっと紅茶さん下に降りてきてもらっていいですか。紅茶さんの装備と我々の装備ちょっと見比べてもらっていいですか。あなたの青銅器時代終わりました。もう時代は鉄です。青銅の方がかっこよくない。大骨にね行くに向けてそんな装備じゃもう無理です。いや俺はこれで、はい、まあ、あなたのためにね、素材だけは私また一人でせこせこと取ってきたんで。また甘やかす。元気だね。ここ見てください。この一番左の鉄いっぱいあるんで。持ってねえけど。それで最初の30分で装備整えてください。とりあえず作ってください。ちょ壊さないで。甘やかすなよのパンチをしないで。甘やかしすぎなんだよのパンチを。あー、ちょっとやめてください、やめてください。クーデターを起こすのやめてください。4次元ポケット。最後にですね、皆さんに告知事項が1個あります。はい、私のとこ来てください。あ、俺も。全員来てください。ここに影根さんも来てください。影根さん一番来てほしいんですよ、ここに。甘やかすね。自分の好きなところにね、ゴミ箱としていろいろ置くんで、もうゴミ箱作りました。で、ここにこの4つのチェストね入れてもらったら、書いてあると「ユキジ整理します」って書いてあるんで。何壊してんねん。何壊すんねん。四次元ポケット。よし、じゃあ呼びますか。呼びましょう。じゃあ行きますよ。じゃあ行くぞ。呼びますよ。はい、ゴー。供物を捧げた。どうなる、どうなる、どうなる。すげえゲロゲロ。すごい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 。画面揺れが激しい。ヨウ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 。めちゃくちゃ綺麗。大骨。こいつじゃねえの。あー、出た出た。違ったね。なんだこれ。なんだこれ。しかも意外と背丈が。え、なんか、なんか火が向いたりって。スライム投げたこいつ。いて。なんていうか、もう燃えてね。いて。燃えてんね。なんか、大骨って感じじゃないね、あんまし。ね。まあ、骨の塊感はあるけど。いて。なんか余裕そうですね、これ。やべ、俺ヘルス全然なかった。触ろう。意外と減らんなこいつな。ね、結構体力あるね。やっぱりあと50秒でエクスル切れるから誰か取っとくれ。じゃあ俺がやりましょうか。うん、まだまだいいよ。切れたら、ね、切れたら切れたって言ってね。あ、切れてないか。あ、切れてんの。マナー悪いわ、すぐ切れて。ほんとそういうの良くないと思う。それさ、大骨じゃねこれ。冷静に大骨はさすがになくない。翻訳だからな。英語だったらジャイアントボーンとかなんじゃないの。え、違うでしょ。ビッグボーンでしょ。
ビッグボーイみたいじゃん。ハンバーグ屋さんじゃん。うん、美味しそうだね。こいつからビッグボーイはちょっと連想したくないけど。うん、ちなみに大骨は矢が効かないからガチンコ近接でやるしかない。あ、そうなんだ。え、マジ？やっぱりあんま効いてる感じしなかったよな。あ、ヌイがちゃんと屋根作ってる。偉すぎる。ありがとう。で、みんな多分カップラーメン勢のポーションちょっと気をつけた方がいい。確かにやべ。あ、やべ、普通に死にそう。このままだとお追記になる。死に戻りしろ、死に戻り。あ、毒で死んだ。お追記。おー、ポーション飲んでよ。おっ、ふう、避難所。避難所だと思ったら毒に支配された場合。おバカバカバカ、いた。もうレイさんが操作ミスでトロフィー拾っちゃってさ、それ捨てないと回収できないのって、はいはいはい、あれしようとしてたら死んだ。みんな生き残れ。大きいダメージだ。すげえ俺のこと見てくる。好きなのかな。めっちゃ目合ってる。目と目が合う。その目に矢をズドーン。あ、二日酔いだ。俺の顔見てだったら吐き気催したのかな。それはありそう。お、毒ポーション切れてた。あ、やべ、死ぬ。あ、死ぬわこれ。死んだ。初デスしちゃった。みんなすまん、耐えてくれ。頼んだぞみんな。お、いいぞ。殴れ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 。あーべー、いてー。死んだんじゃねこれ。アダムちゃん、うん、あーだー、もういって。よしね、ナイス。オッケー。あー、やったねー。やりましたね。この生きる骨壺が腹に隠していた多くの骨の一本は鎖骨、鎖骨、鎖骨、鎖骨っていいのかな。この骨には強力な魔法がかけられており、地中に隠されたものへと導いてくれる。銀の鉱脈を探し当てることができるのだが、埋まった宝物が見つかるかもしれない。銀の鉱脈ですって。いいですね。次は銀ってことね。でも銀って鉄より柔らかいけどね。こう RPG あるあるだと思うけどさ、鉄の武器の上位にさ金の武器とか銀の武器あるけどさ、普通弱いよね。そうだね。マインクラフトぐらいでね、ちゃんとなってる、その辺が。金のピッケルマジすぐ壊れんだけど。4ピピ。よし、じゃあここかな。じゃあ掲げます。ベシッと。キモー、このトロフィーね。物理ダメージへの抵抗力を持つ。ほう。叩き切り刺しへの耐性。耐性。ほう。ボスとかにはいいかもね。うん、確かに。うん、こいつ何だったっけ。木を切るのが早くなる。一番いらんのよ。いらんのよ。まあ、Aスキルでもやっぱいいんだよな、結構。そう、Aスキルやっぱいいよな。うん。したら、あと2体か、ボスは。ね。来たね、半分超えましたな。半分超えましたね。ゲームって一応終わりがあるゲームなのか。うん、ボス倒していけば終わりがあるよ、一応。もしかしたらあれかな、6体目とかいるのかな、この5体倒したら出てくるやつとか。どうなんだろう。でも新バイオームを作ってるっていう噂は聞いた。どう考えてもこの真ん中になんかボーンって出てきそうだよね。ね。 4PP。 で、次回は雪山編ですかね。雪山編ですね。編ですね。ついに新章。長かったな、沼編。沼編長かったね。じゃあ開けちまったよ。じゃあね、今日の放送はこれぐらいで終わりにしましょうか。お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。無事ボス撃破と。そうですね、無事にね。無事なんとか。では、それではもしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。では今日はおしまい。お疲れ。おつゆきー。